こんにちは、山田です。皆さんはカツカレー好きですか？今回は花巻のうまいカツカレー5選をやっていこうと思います。山田は気づいてしまったのです。花巻にはうまいカツカレーを出すお店が多いっていうことを。理由は分かりません。ということで、花巻でカツカレーが食べたいときはぜひ参考にしていただければと思います。それではご覧ください。
いかがだったでしょうか。カツカレーってカロリー高いですけど、やっぱり美味しいので食べたくなっちゃいますよね。花巻にカツカレーの美味しいお店がこんなにあるのが調べてみて初めて分かったことだったので面白いなと思いました。他にも調べてほしいものがあったらコメント欄へどんどん書き込んでくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。